どうもドントテルミ新井です。今日はノモンハン事件解説していきます。ノモンハン事件とは1939年の5月から9月にかけて現在のモンゴルのあたりで起きた日本軍とソ連軍の戦いです。この事件はヨーロッパで起こっている戦争と日本や中国が主役である東の戦争を結びつけた大きな事件として第二次世界大戦のきっかけとも評されています。人類史上最大の戦争である第二次世界大戦を理解する上で外せない重要な事件なのです。詳しく見ていきます。ノモンハン事件のノモンハンというのはモンゴルにあった塚の名前から来ています。モンゴルには宗教的な儀式に使ったり単に草原の道しるべになるための塚が随所にあり、一つ一つに名前がついています。ノモンハン事件というのはノモンハーニーブルドオボーという塚の近くで起こったため、塚の名前のノモンハーニーがなまってノモンハン事件と呼ばれているのです。モンゴルで日本軍とソ連軍が衝突することになったきっかけは、かつて日本がこの辺りに所有していた土地、満州です。日本は1905年から中国大陸にある満州という土地の一部を獲得していました。もともとロシアが占領していたのですが、日露戦争で日本がロシアに勝利したため、ロシアから譲り受けていたのです。詳しくは日露戦争の動画で解説しておりますので、よろしければ概要欄からご覧ください。こうして日本は満州を占領することになったのですが、この満州というのがなかなか難儀な土地でした。ロシアとの戦争に勝ってロシアからもらったと言いましたが、最初からロシアの土地であったわけではなく、もともとは今の中国の前身である清という国のものでした。ロシアは清に対して自国の強大な力をちらつかせることで半ば強制的に清から取り上げていたのです。つまり最初清のもので、その後ロシアのものとなって、そして日本の手に渡ったという複雑な背景を持つ土地なわけです。それもロシアは満州全土を日本に渡したわけではなく、満州の南半分だけ日本のものとして認めていました。というのも、日本は日露戦争で勝つことに分かったのですが、ロシアをボコボコにやっつけて干渉したという感じではなかったのです。戦争したことでロシアも日本も国内がボロボロになり、両方ともこれ以上戦争を続けるのはやめようねという雰囲気の中で、なんとかアメリカに仲介を頼んで日本有利な状態の中で終わったという感じで、言うなれば判定勝ちのような状態でした。そのため満州全土をとはいかず、南満州だけねという中途半端な勝利に中途半端な報酬ということになったのでした。南半分だけもらったということは、満州の北半分は依然としてロシアのものであるということです。加えて満州の西側の境界線ではモンゴルと清とも接しています。モンゴルは国として独立するときにロシアから支援されたこともあり、どちらかというとロシア寄りな国でした。何が言いたいかというと、満州という土地は複数の国と接している土地なのです。こういった土地では争いが起きやすくなります。もともとの持ち主であった清、戦争で奪い取った日本と奪われたロシア、ロシアと仲が良いモンゴルがすぐ近くにいる状況なわけです。もっと言えば、日本のものとなった満州にはもともと清の国民だった人々が住んでいるわけです。日本にしてみると、満州はいつ国境外の国々から奪い返しに来られるかわからず、またいつ地元民の反乱が起きてもおかしくないという不安要素だらけの土地でした。これだけ聞くと、そんな土地なんでわざわざもらったんだよという感じがしますが、もちろんその分満州が日本にもたらすメリットも大きいのです。満州は位置的にユーラシア大陸の東の端になるので、ヨーロッパから伸びる鉄道の終着点となるのです。海にも面しており港もあるので、鉄道で運んできたヨーロッパの製品を船に積み替えて日本にまで持ってこさせる輸送ルートが確立されることになります。こうなると貿易を活発に行えるようになったり、ヨーロッパの人々が日本に観光しに来たり、外国への門戸が広く開かれて日本の発展につながります。また満州では石炭や鉄などが豊富に取れたのと、日本で作った製品の輸出先にもなっていて、日本のこれからの発展を支えていくためにはなくてはならないような土地だったのです。満州は今後の日本のためにすごく大事だけど、いつ争いが起こるかはわからないという感じの土地なのです。
そこで日本は満州の治安を守るために陸軍を派遣しました。この時派遣されたのは関東軍という部隊です。当時の中国では満州地域は関東と呼ばれていたので、そこから取って関東軍とされました。関東軍は満州周辺に駐屯し、満州を開拓するためにやってきた日本の会社や移民を護衛しました。日本政府としては国が責任を持って守ると日本国民に示し、満州をどんどん開拓して日本の発展に役立てようとしたわけです。しかし満州の警備を任された党の関東軍は満州の現状に対して不安を感じていました。というのも満州と国境を接している清やロシアで革命が起き、それぞれ清は中華民国、ロシアはソ連という新しい国に生まれ変わったのです。こうなると新しい国がどのような行動をとってくるか分かりません。日本が満州についての条約を交わしたのは清やロシアであって、中華民国やソ連ではないわけです。一応国際社会のルールとしては、革命を起こして新しく生まれた国であっても、革命を起こす前の国が結んだ条約は引き続き守らなければならないということになっていました。ですが新しい国というのは前の国の体制が気に入らなかったから革命が起きて出来上がったわけです。満州に対する考え方もガラッと変わって、たとえ条約があったとしてもいろんな理由をつけて破ってくる可能性は否定できません。実際に関東軍と中国軍の間で小さな小競り合いは何度か起きていました。そのため満州をずっと守り続けてきた関東軍は満州に対する危機感を大いに募らせていたのです。ですが何のきっかけもないのに一方的に武力で中国軍を攻撃しに行くと、それはただの侵略行為になってしまい、国際社会からの非難を受けることは必至です。そこで関東軍は驚きの手段に出ます。関東軍が自分たちで満州の鉄道を爆破して、中国人が日本人に攻撃を仕掛けてきたと発表するという自作自演の事件を起こすのです。詳しくは満州事変の動画で解説しておりますので、よろしければ概要欄からご覧ください。中国人が攻撃してきたという事件をでっち上げた関東軍は、こりゃ満州の土地と移民の護衛を強化しないといけないでしょうと言って、正当防衛だという感じで堂々と満州にいる中国軍を武力で制圧しました。満州はあくまで日本が借りている土地で、本来は中国のものなので中国軍もいるわけです。その中国軍を制圧したことによって、完全に満州は関東軍の占領した地域となったわけです。ですがここでも関東軍のやり方は巧みで、素直に日本が侵略して新しい領土を獲得しましたよとは宣言せず、満州国という国として独立させたのです。中華民国から満州民族が国を作って独立しましたよ、日本はその独立を手厚くサポートしましたよという体裁を取ったのです。当時世界は第一次世界大戦を経験していたこともあり、かなりの反戦ムードでした。第一次世界大戦のような悲惨な戦争を二度と起こさないため、国際連盟が設立され、領土拡大目的の侵略をしている国については世界から厳しい目が向けられるような状態でした。日本は国際連盟の理事をしていたので、言ってみれば戦争を防ぐリーダーの立場であり、侵略戦争を起こすなんてもってのほかだったわけです。関東軍はそのことを踏まえており、満州での一連の流れが侵略戦争だと思われないために、満州は一つの国として中国から独立しただけで、日本は手厚いサポートをしただけだよと表向きの顔を整えたわけです。満州国の皇帝や政府関係者は中国人で構成されており、外から体制だけ見れば確かに中国から独立した国のようになっていました。しかしその中身は日本軍の駐屯を許可したり、観光や貿易に役立つ交通機関の経営を日本に任せたり、ほとんど日本みたいなものでした。国際社会を気にして関東軍がうまいことやったなという感じですが、こういった状況に黙っていない国がありました。革命を経てロシアが生まれ変わったソ連です。ソ連は満州のすぐ上に領土を持っています。満州は今まで中国から日本が借りているということで、反中国反日本のような形で運営されていました。そのため今までは日本が満州に軍を派遣しようと思うと、本来の満州の持ち主である中国に軍派遣の許可をもらわなければなりませんでした。こういった状況であれば中国の目があるわけです。日本が急に大量の軍隊を満州に駐屯させたりしたら、中国から
日本は何か企んでいるのかといったように疑われてしまうので、大っぴらにはそういった軍事拡張はできません。しかし中国要素が抜けて中身がほぼ日本という形で独立した満州国は、初めから日本軍の駐屯を許可しています。さらに必要となれば満州国から日本軍に対して物資などを融通するという取り決めもなされていました。許可を取らないといけない以上、日本が無尽蔵に軍隊を置くことはないだろうとソ連は思っていたのですが、満州国となってしまうと、極端な言い方をすれば黙って無尽蔵に戦力を投入することも可能になってしまうのです。つまり満州が独立したことで、満州の持つ日本の軍事拠点としての役割がより強固になったのです。日本が満州を拠点にしてソ連にまで侵攻してくるのではないかと思ったソ連は、同じく満州国に国境を接しているモンゴルと条約を結びました。これはお互いに協力して、日本が攻めてきたら自国の軍を派遣して食い止めようねという条約です。なんだかすんなりソ連とモンゴルが手を組んだような感じですが、実はモンゴルとしてもすでに満州国と国境で揉めていたこともあり、日本に対して不信感があったのです。満州が完全に日本のものとなる前までは、ハルハ川という川の東 20km あたりにあるノモンハーニーブルドオボーという、最初に紹介したモンゴルの塚を目印にして、そこが国境だということで満州もモンゴルも落ち着いていました。しかし日本の支援を受けて独立すると、満州国はハルハ川そのものが国境だと主張しだしたのです。満州もモンゴルも昔の古地図や古文書を根拠に国境線を主張していたのですが、この時代は国境に関しての厳密な取り決めなどがなかったため、正直言ったもの勝ちのような感じになっていたのです。そんな状態で満州国側が一方的に、国境は川だよねと言い出したのです。モンゴルとしてはそんな勝手な満州国の主張を受け入れるわけにはいきません。モンゴルと満州国は話し合いを重ねましたが、この話し合いというのはただ単にモンゴルと満州国で国境線をどうするかというものではありません。条約が結ばれているので、モンゴルの後ろにはソ連がついていますし、満州国は実質日本のようなものです。つまり、この小国同士の言い争いが大国同士の戦争の引き金になりかねないのです。ソ連としては、争いの火種になっている満州はもともと自分たちのものだったわけです。日露戦争で敗れたばっかりに日本に取られて、またこんないざこざが起きてしまっているわけです。そのためソ連としては、日露戦争で受けた屈辱を晴らすチャンスだという雰囲気でした。対する日本は、ここでソ連と戦争をするかしないか意見が分かれているという状態でした。東京にいる軍の本部は、戦争になってしまったら仕方ないけど、できれば避けたいという考えでした。というのも、日本はこの頃中国とも戦争を始めていて、この状況でソ連とまで戦争を始めるのは無謀ではと思われていたのです。日本が中国と戦争を始めるまでの経緯は、日中戦争の動画で解説しておりますので、よろしければ概要欄からご覧ください。一方、満州にいる関東軍は、さっさと戦争して白黒はっきりつけようぜという考えでした。モンゴルはハルハ川を国境とは認めていないので、モンゴル軍はハルハ川を自由に横断します。実際にその様子を現地で見せつけられている関東軍としては、俺たちが満州の土地はここまでであると決めたのに、勝手に出入りしてくるとか何なのという感じで、自分たちが遂行している任務がうまくいっていない状況に苛立っていました。そこで関東軍は、満蘇国境紛争処理要項というマニュアルを作りました。これは、満州国にモンゴル軍やソ連軍が侵入してきたら攻撃して追い返しますからねという内容のマニュアルです。満州国に侵入と言っていますが、関東軍が思っている国境はハルハ川なので、要するに国境線が曖昧になっている塚のあたりをモンゴル軍がうろうろしてたら、もう攻撃仕掛けますからねという内容なわけです。かつて事件をでっち上げてまで強引に満州国を建国した関東軍でしたが、日本政府から圧力をかけられて大幅な人事異動がなされていたので、満州事変の時とは違って、このように一旦本部の指示を仰ぐという比較的穏便な行動を取ったのです。このマニュアルを受け取った東京の本部は、もちろん大手を振ってマニュアルを認めますとは言えません。形式上、マニュアルは満州国にモンゴル軍やソ連軍が侵入してきたら攻撃して追い返しますという内容ですが、正直国境が確定していない以上、
モンゴル軍やソ連軍がどこまで何をやってきたら侵入と認めて攻撃を開始するのかは曖昧です。要するにこのマニュアルは、俺たち関東軍の自由にソ連と戦争させてくれと言っているようなものとも取れます。またこの頃の日本軍というのは天皇をトップとして存在している組織であり、他国に対する攻撃開始命令ができるのは天皇だけでした。作戦の立案や軍の編成については全部軍の本部が行っており、天皇はほぼ認めるだけの形式的な役割でしたが、あくまで天皇しか攻撃命令を出すことはできないと当時の憲法で決まっていました。そのため天皇を差し置いてモンゴル軍やソ連軍が侵入してきたら攻撃しますというようなマニュアルを本部が勝手に認めるわけにはいかなかったのです。ですが本部はこんなマニュアルなんて認めないぞと断言はしませんでした。なんと本部は関東軍から送られてきたマニュアルに対してよしともダメとも言わず、何の反応も示さなかったのです。というのもモンゴル軍やソ連軍がどう動いてくるかはわからない中で、日本の重要拠点となっている満州を守るためには関東軍の判断も一理あると思っていたのです。天皇の指示がないと攻撃命令を出せないということですが、本部で計画を立ててそれを天皇に認めてもらって、形式上天皇が攻撃命令を出したという体を整えて、そして本部から現地の関東軍に伝えてとやっていると、東京から遠く離れた満州まで指示が届くまで非常に時間がかかります。東京の判断を待っている間に一気にソ連軍に攻め込まれたら満州国は壊滅してしまうかもしれません。そういったこともあり、東京の本部はマニュアルがいいともダメとも言わず沈黙したのです。この本部の沈黙を受けた関東軍は、この沈黙は本部からのちょうどよくうまいことやってくれというサインに違いないと解釈したのです。こうして1939年5月にモンゴル軍がハルハ川を越えたために、マニュアルに沿って関東軍はモンゴル軍を攻撃しました。モンゴルが攻撃を受けた以上、条約を結んだソ連も駆けつけて、モンゴル VS 満州国の国境争いがあっという間にソ連 VS 関東軍という戦闘になったのです。こうして起こった戦闘を第一次ノモンハン事件と言います。ただしこの時ソ連はまだちゃんとした戦闘体制は整えられていませんでした。ソ連から見れば満州国のあたりは東の外れですから、武器や兵隊を送るのに時間がかかっていたのです。ですからソ連は関東軍を徹底的に叩きのめすとまではいかず、決着がつかないままに戦闘を切り上げてハルハ川の西側まで撤退しました。関東軍としても自分たちの思う国境ラインから敵軍を追い出すことができたので、それ以上深追いはしませんでした。こうしてハルハ川を挟んでモンゴル、ソ連の連合軍と関東軍が西と東で睨み合っている構図になり、第一次のモンハン事件は終結しました。この結果を関東軍から見れば、戦闘を仕掛けてソ連が撤退していったということになるので、関東軍はソ連に勝ったと思って喜び、東京の本部に報告しました。報告を受けた本部ではこの関東軍の行動について意見が割れていました。攻撃命令もないのにモンゴルを攻撃したのはやっぱりやりすぎだという意見と、日中戦争に比べたら小さい戦闘だから好きにやらせとけという意見がぶつかっていたのです。議論の末、最終的には満州国の国境のいざこざは起こってしまったから仕方ないとしても、どちらかといえば日中戦争の最中にソ連を相手に戦争するのはやっぱり避けたいから、これ以上の戦闘拡大は行わないようにするという何とも煮え切らない方針を示しました。関東軍はこういった本部の方針に納得しませんでした。勝利したとはいえ、第一次のモンハン事件によって300名近くの死傷者が出ていたためです。この死傷者たちは関東軍にしてみれば日本から遠い満州国に派遣されて一緒に国境を警備していた仲間です。関東軍としてはこのまま引き下がったら死傷した仲間に申し訳ないというムードだったのです。そこで関東軍はいっそさっさとソ連と決着をつけ、ハルハ川までが満州国の領土であると確定させてしまえば本部も感心して最終的には認めてくれるよねという考えに至り、今度は徹底的にソ連軍を打ち倒す計画を立てたのです。こうして関東軍は満州中の兵隊や武器をモンゴルとの国境に集め始めました。第一次のモンハン事件で圧倒的有利な形で戦いを終えていたため、次は完璧に倒してやる
とノリノリで準備をしている関東軍なわけですが、今度のソ連は一味も二味も違いました。第一次ノモンハン事件の時は急な戦闘で準備が整っていなかっただけで、万全の状態を整えたソ連軍と関東軍には圧倒的な軍事力の差があったのです。日本軍とソ連の差は戦車の量に如実に現れました。ノモンハン事件が起こった1939年というのは戦車の開発がかなり進んでおり、実戦でも活躍していました。戦車が開発される前は歩兵が突っ込んでいって銃を撃ち合うという感じで陸戦が行われていましたが、戦車があれば硬い装甲で銃弾を弾いて敵戦線に突っ込んでいけるので、歩兵など敵ではありません。陸での戦いにおいては戦車が主役のようになっていたのでした。第一次ノモンハン事件が終わるとソ連はありったけの戦車を首都のモスクワから満州国との国境まで持ってきていました。その数なんと300台です。関東軍も戦車を用意していたのですが、70台ほどしかありませんでした。これは単に関東軍がソ連を舐めていたということではなく、国際情勢を鑑みての判断でした。ノモンハン事件が起こる1年前の1938年に、ドイツが隣のチェコという国を無理やりドイツに併合させた事件がありました。第一次世界大戦で敗戦したドイツは、世界各国から到底支払えないような多額の賠償金を課されていたので、国内の経済状況が極端に悪化しており、もう外国から奪うしかないという感じで、外国に侵攻していこうという動きが見られたのです。詳しくは第一次世界大戦、第二次世界大戦の動画で解説しておりますので、よろしければ概要欄からご覧ください。これをソ連から見ると、ドイツが少しずつソ連側に侵攻してきているような状況だったのでした。そのため日本軍は、ソ連はドイツを牽制するため、西側から軍隊を動かせないだろうと考えていたのです。ですが本当のところは、ソ連もドイツも戦争をする気はなく、秘密裏に交渉を重ねて、互いに戦争をしない約束を取り付けようとしていたのでした。その情報をつかめていなかった関東軍は、相変わらずソ連はドイツに睨みを利かせるため、関東軍との戦闘にはそんなに軍隊を送れないだろうと踏んでいたのですね。ところが、1939年7月、いざ戦闘を開始してみると、ソ連軍は予想外の戦力を有しているわけです。加えて本部黙認のもと始めた戦闘ですから、ソ連軍が思ったよりも強いと分かっても、日本本土からの支援は受けられず、満州にある物資をかき集めて戦うしかありませんでした。銃弾も少なく、節約しながらなんとか戦っているような状態でした。対するソ連は、あらかじめ大量の物資をモスクワから送ってあったので、惜しみなく銃も大砲も撃ち放題といった状況です。そんな中でも関東軍は大規模な夜襲を計画するなどして、なんとか応戦し、戦闘は断続的に2ヶ月近く続きました。ですが、ソ連軍が部隊を集中させて一気に襲撃してきたことで、関東軍はじりじりと押されて、とうとう春葉川の東 20km、つまり初めからモンゴルが主張していた国境の外へ追い出されてしまいました。この衝突によって関東軍は戦車を半分近く失い、およそ2万人の死傷者を出しました。この一連の軍事衝突を第二次ノモンハン事件と言います。人命や物資の損害も大変なものでしたが、何より第一次ノモンハン事件で手に入れていた春葉川までの土地を失ったことを関東軍は悔しがりました。関東軍はすぐに戦闘態勢を立て直し反撃する構えでしたが、東京の本部から待ったがかかりました。半ば黙認していた東京の陸軍本部から、作戦をすべて中止せよと直々に命令が下ったのです。東京の本部は関東軍がうまいことやってくれるならと思って命令のない戦闘行為でも目をつぶってきた部分もありましたが、一方的にソ連にやられっぱなしでこのまま推し進めるのは無謀だという空気が強くなっていたのです。また第二次ノモンハン事件の最中に独ソ不可侵条約が結ばれたことも戦闘をやめさせる大きな要因となりました。ドイツとソ連が互いに戦争をしないという約束を正式に取り付けたのです。このまま日本がソ連との戦闘を続けていると、西側の問題が片付いて手が空いたソ連との全面戦争になる可能性も出てきます。そうなると国境線どころか満州国の存続すら危うくなってきます。関東軍としても圧倒的な強さを誇るソ連軍の前にボロ負けだったので、本部の命令を聞いておとなしく引き上げました。
こうしてノモンハン事件の処理は日本政府の手に渡り、日本はソ連と停戦交渉を進めました。ソ連軍にコテンパンにやられたという形で事件が収束したので、日本側が不利な状況での交渉が進むかと思われましたが、ここでまた新たな事件が勃発します。ドイツが突如ポーランドに侵攻したのです。先述の通り、ドイツはチェコをはじめとして賠償金でボロボロになった国内を立て直すため、領土拡大に奔走していました。その延長でポーランドに攻め入ったのですね。ポーランドのすぐ隣にはソ連がいます。実はドイツとソ連は独ソ不可侵条約を結んだ際に、秘密裏にポーランドを領土とするならここまでねとお互いに決めていたのですが、これまで無理やり国を併合しまくっていたこともあるドイツなので、ソ連はドイツを信用しておらず、ドイツが素直に条約を守るとは限らないかもねという雰囲気でした。ドイツが取り決め通りの領土だけ取っても満足せず、ソ連のものと決めた領土にまで攻め入ってくるかもとソ連は危惧していたのです。ですからソ連としては、一刻も早く日本との問題を片付け、西側に集中したいという感じだったのです。日本と長々と交渉している場合ではないという状態のソ連は、ノモンハン事件の停戦交渉の中でかなり日本の主張を飲んでくれる形になり、もともとモンゴルが主張していた塚で国境を確定するのではなく、日本の領土がやや広がるような形で新たに国境線を引き直すことになりました。こうした結果から、ノモンハン事件は戦闘的にはソ連の勝利だけれど、領土が広がったため結果的には日本の勝利だとする見方もあるのです。ノモンハン事件が起こったことによって、日本は負けて兜の尾を引き締めることになったと言えます。冒頭で言った通り、もともと日本が満州を獲得できたのは日露戦争でロシアに勝利したからです。ですが今回ノモンハン事件で大国ソ連の強さを身に染みて感じたわけです。日本はこの時より、ソ連とは争うのではなく味方になってもらうか、せめて敵には回さないように配慮しながら外交していくことになります。ヨーロッパではドイツがポーランドに侵攻したことをきっかけとして、積極的な領土拡大を続けようとする国と、それを止めようとする国の真っ二つに分かれての戦争、第二次世界大戦が始まりました。詳しくは第二次世界大戦の動画で解説しておりますので、よろしければ概要欄からご覧ください。ソ連も第二次世界大戦に参戦しているわけですが、序盤の主戦場はヨーロッパだったので、ソ連としてはヨーロッパと国境を接する国の西側に軍隊を集めておきたいところでした。すると国の東側は手薄になってしまうため、東にある日本と仲良くしておきたいと思っていました。日本としてもノモンハン事件があったため、ソ連の言うことは聞いておきたいという雰囲気でした。一度は激しく衝突した両国ですが、雨降って地固まるといった具合に、ノモンハン事件をきっかけとして日本とソ連は日ソ中立条約を結ぶことになりました。この条約は、日本とソ連は互いに敵の立場にはなりませんよということを約束するものでした。具体的には、この時日中戦争の最中で、日本は中国と戦争をしているのですが、ソ連は日本の敵である中国の味方をしてはならないし、日本はソ連が敵対しているイギリスの味方をしてはならないといった感じになります。こうしてソ連と戦争をしない約束をしたことで、日本はソ連との全面戦争が起こった時のために温存していた戦力を他のところへ振り分ける余裕が生まれたのです。こういったことも後押しして、日本はアメリカとイギリスに宣戦布告し、第二次世界大戦の戦火はヨーロッパだけでなく、アジアから太平洋全域に広がっていくことになったのです。ノモンハン事件があったからこそ、ソ連と日本が中立条約を結ぶことになり、ソ連はヨーロッパに、日本はアジアから太平洋に、それぞれ戦力を振り分ける余裕ができてしまい、結果的に第二次世界大戦の戦火は世界中へ広がってしまいました。ノモンハン事件は世界中が戦争を起こすきっかけとなる重要な出来事だったと言えます。今日はノモンハン事件解説しました。あなたはもし本部が関東軍に停戦命令を出さず、この時点でソ連と日本が全面戦争になっていたら、世界はどうなっていたと思いますか？コメント欄で教えてください。動画のもっと詳しい解説や私個人の意見は、チャンネルメンバーシップ限定動画で公開しておりますので、気になる方は青色のメンバーになるボタンを押してみてくださいね。この動画がいいと思った方は、ベルのマークの通知ボタンをオンにして、高評価ボタンも押してくださいね。ではまた。